よし、行きましょう。よいしょ。はい、スーパーさんに到着です。はい、ということでね、ベルデ八塚店さんに到着ですね。こちらね、大根島さんの方でね、唯一だと思うんですけども、のスーパーですね。ちなみに、ここを逃したら、ちょっとあとはね、僕が宿泊しようと思ってる場所までもうスーパーないんで、もうこちらの方でね、最後の晩餐をちょっと買っていきたいと思います。行きましょう。よし。はい、ということでね、食材買ってきたんでね、ちょっと車に戻りましょう。いいのが買いました。はい、ということでね、買ってきたのがこちらで、お豆腐とエビですね。いいの買いました。で、これ合計で209円でした。ですので、残りが302円になりました。でもね、すごくいいものがしっかり買いました。で、現在の時刻が16時52分で、もういい時間になったんで、もうこれからね、お風呂屋さんの方にね、行きたいと思います。じゃあね、行きましょう。今ね、八塚町江島っていう島の方を走ってます。このね、内海って呼ばれる場所には島が2個あるんでね、その分の北側の島を走ってます。すごいですよね、都道府県の中に島があるっていうね。で、この信号をね、右に曲がったら境港なんですけども、そっちに行ったらね、鳥取県に入ってしまうんで、僕はちょっと鳥取県に入らずに島根県だけでね、次の目的地を目指したいと思います。目の前に見えるのがね、島根県ですね。島根県のね、一番東端の方向に向かって今進んでます。はい、あとはね、ずっともう一本道なんで、ゆっくりのんびり行きましょう。はい、でね、今こっちの方にね、海の向こうに見えてるのが境港で、前回ね、行かせていただいた北郎ロードとか、そちらの方がある場所ですね。ですんでね、海を挟んで向こうが鳥取、こっちが島根という格好ですね。なんかね、これ一級河川境水道とかっていうらしくて、河川になってるみたいですね。え、河川なのっていう。もうここね、海水のはずなんで河川とは言わないんじゃないかと思うんですけども、河川みたいですね。境水道って河川なんですね、知りませんでした。はい、ということでね、この先に行ったら美保岬灯台というところに行くんですけども、その手前にあるね、結構有名なお風呂に今晩はね、入りたいと思います。雪が降るっていう予報だったんですけどね、降りませんね。全然もう今回はね、これでもう雪は降らないかもしれませんね。違うな。はい、ということでね、美保岬のすぐ手前にあるちょっととあるお風呂屋さんの方にね、今来ました。で、そちらの方は、島根県のデジタルクーポンっていうのがね、使えるお風呂だったんで、そちらに入らせてもらおうと思って、今ちょっと、車どこに止めればいいですかっていうふうにお電話させてもらったら、なんとなんとね、今コロナの影響で、お風呂に湯を張ってないそうなんですよね。ですんでね、お風呂にちょっと入れないってことになってしまいました。で、今はね、美保岬観光無料収容所っていうところにね、ちょっと止めさせてもらってるんですけども、もうね、ちょっと今晩車中泊させてもらおうと思ってる場所って1キロとか2キロぐらいの距離だから、目と鼻の先なんですよね。で、所持金は302円で、あと残りがデジタルチケットなんですけども、実はね、お風呂代がその300円とデジタルチケット500円分で800円で入れるお風呂だったんですよね。なんですけども、ちょっとコロナで閉められてるということだったんで、困りましたね。ちなみに島根県でデジタルチケットが使えるお風呂っていうのが、この辺り松江市まで戻らないとないんですけども、その松江市のお風呂までがね、約31キロ離れてて、50分ぐらいかかるんですよね。現在の時刻がもう6時ちょうどなんで、今から行ってお風呂に入って、こっちに戻ってきたらもう8時半とかになるんですけども、もう所持金300円の状態で、デジタルチケット500円分残ってる状態でね、入れるお風呂がないんで、もうちょっとね、いっぺんやっぱしこちらまで戻ってから、お風呂に入って、またこっちに戻ってきたいと思います。ぐでぐでで本当に申し訳ないです。ですんで、もうちょっとね、移動の時間を取らずにから、着いたら着きましたみたいな格好になると思います。はい。じゃあね、クーポンが使える、松江市の最安のお風呂、千鳥湯さんの方にね、向かって出発したいと思います。行きましょう。じゃあね、一旦こっちを離れましょう。また来ましょう。あ、ちなみにね、美保岬さんのね、
近くにあるお風呂屋さんなんですけれども、これ電話で確認したかった僕が悪いんでね、あの閉められてることをね確認したかった僕が一番悪いんで、お風呂屋さんは全く悪くないです。というかね、空いてるだろうと思って来てたのが一番悪かったんで、本当にね大ポカです。はい、でもね、あの松江って結構温泉街で、松江のお風呂に入れるのって嬉しいんでね、ちょっと30キロ近く移動しないといけませんけども、ワクワクしながらね行きたいと思います。境港のね夜景が綺麗ですね。僕はあの境港の夜景見たかったんでね、めちゃくちゃ嬉しいです。よし、到着です。ここのね、ここ松井さんの中にあるそうなんです。で、高さ 2.1 メートルなんでね、これ OK です。このまま入れます。はい、ということでね、19時1分に千鳥湯さんに到着ですね。じゃあね、もうさっさと行きましょう。足がぐちょぐちょで冷たいです。長靴履いていきましょう。よし、行きましょう。でね、ここね、駐車料金は1時間100円いるんですけども、お風呂に入る場合は最初の15分無料と1時間無料でね、1時間15分無料になるらしいんで、駐車券をね受付に出せばいいらしいです。よし、行きましょう。入浴券はね350円なんですけども、プレミアム観光券がね100円単位で300円使えるんで、多分ね払うお金は50円だと思います。それでプレミアム観光券を使いたいんですけど、はい、3とかになるんですかね。3枚ですね、はい、1枚100円ですので3枚預けてください。はい、残り50円の現金ぐらいしか入れないはい、で靴箱の鍵をこちらに置きます。あ、はい、お確認されました。はい、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございます。でこれをね、通したら1時間無料なので通してきます。 OK ですね。ちょっと行ってきます。よし、すいません、どうも。はい、ありがとうございました。よっしゃ、おお、雪降っとる。はい、あのね、いいお湯でした。湯船が2つあって、お客さんでねもういっぱいでした。大人気のお風呂のようですね。でしかもね、偶然にもね、お風呂でね視聴者さんにお会いしてから声かけていただいて、もうめちゃくちゃびっくりしました。ありがとうございます。はい、ということでね、上がってきたらちょうど8時でした。ゆっくりお風呂にも入れたんで、当初の宿泊予定場所の美保岬灯台さんの方にね行けると思います。はい、じゃあ安全運転行きましょう。はい、ということでね、先ほどの場所まで帰ってきました。疲れました。で、目的地のね、美保岬灯台までは、ここからあと2キロほどの距離にあるんで、あともうちょいですけどもね、安全運転でゆっくり行きたいと思います。はい、到着です。誰もいませんね。貸し切り状態のようです。やりました。どこに停めてもそうですね。で、この先あたりがね、美保岬灯台だと思うんですけども、ちょっとよく見えないですね。地味にね、駐車場が傾いてるんで、ちょっとこれいろいろ難しいですね。はい、ということでね、こんな感じで車を止めました。だいたい水平な場所があったんですけども、ちょっと傾いてたんで、今回はねカーストロープちょっとだけ登ってます。一段ずつぐらいですかね。ですんで、こんな感じでね、水平にさせました。で、こちらの場所はね、あっちに電気のついたトイレがあるんで、もう有事の際もね、すごい安心だと思います。で、現在の時刻はね、もう9時10分ぐらいだから、お腹も空いたんで、中に入ってゆっくり、過ごしたいと思います。はい、ということでね、車に持ってきたんで、ご飯にしようと思うんですけども、今夜はね、
食材がすごいたくさん残ってます。一番にこれですね、昨晩買ったベニーズワイガニ、半額だったんで買ってきたんですけども、これが丸々1個、あと先ほどねエビ買ってきたんですよね。この近くで取れたエビです。エビも食べたかったんで、でこれがね120円プラス税ぐらいだったんですけども、あとね今日日中にねカボスポン酢を買ってたんですけども、湯豆腐にも合うっていう風に書いてあったんでね、でかい湯豆腐買ってきたんですよね。もうなんかすごいレベルの湯豆腐なんですけども、これも買ってきてるんで、まだ白菜とチンゲン菜もね残ったりするんで、もう食材はねもう本当にうなるほどあって、どう調理しようか悩むぐらいなんですけども、とりあえずまずはね外が寒いんで、こうねすごい美味しそうな湯豆腐からね作っていただきたいと思います。よし、じゃあね早速料理開始です。よし、これで湯豆腐の準備は OK。 次はねエビの準備もしましょう。でエビのね頭をだしに使いましょう。うわ味噌がすごいたっぷり。えどうしよう、なんか有効活用したいところだけどな。とりあえずね湯豆腐はもう湯豆腐だけで食べましょう。この部分の殻とか入れようと思ったんですけど、味が変わっちゃうのが嫌なんでね、ちょっとこっちをできます。で具合はいい感じですね。湯豆腐はね軽く湯豆腐で食べてから、それからねエビを加えるなりいろんなちょっとね細工をしていきたいと思います。しばらくねあの湯豆腐に火が通るまで待ちましょう。いいんじゃないですかね、白菜も煮えてるんで。今日買ってきたねカボスポン酢を使いましょう。よいしょ、はい、ということでね晩ご飯準備できたんでいただきたいと思います。いただきます。なるほど。おお。カボスの酸味がすごい効いてますね。美味しいです。普通のポン酢と違って、なんて言えばいいのかわかんないや。美味しいです。豆腐が進みますね。本当に一丁ぐらいね、ペロリと食べれるような味です。あっさりしてて美味しいです。で、熱い湯豆腐ときたらね。やっぱしビールなんで本気でいただきましょう。最高です。でねちょっと少し食べ進めさせてください。美味しいです。はい、でねちょっとすっかり忘れてたんですけども、実はね僕このベニズワイガニを一番最初にねカニ飯にしようと思ってたのにから忘れてました。ですね、ちょっとタイミング悪いんですけども、今からカニ飯をね、作りたいと思います。で、お米があるんでね、これ使うんですけども、今回ね、ちょっと細かい計量カップを持ってくるの忘れてるんで、分量はかなり適当になります。はい、じゃあやっていきましょう。お米。はい、180cc ですね。で、これを入れる。で、水の分量が 1.2 から 1.4 倍なんで、220ぐらいか。220。ここにねカニを入れます。だいぶちょっと汁気がありますね。汁は抜きましょう。よし、いいですね。はい、でこれをどれぐらい入れましょうかね。贅沢にね半分ぐらい使いましょうかね。3分の1は入れましょう。よし、これぐらいにしましょう。5分の2ぐらい入れました。だから200円ぐらいの量ですね。でここにね味付けをしていきます。すいません、今ね取れてなかったんですけども、料理酒と白だしをスプーン半分ずつ入れました。あと好みで醤油を少々、こんなもんで OK。 あとはしっかり混ぜて、ちょっとねだし汁を吸わせます。はい、しばらく終えたんでねもういいでしょう。次はね炊きましょう。で豆腐もね流れてきたんですけども、エビが2匹あるんで1匹は茹でて1匹焼きましょうかね。そうしましょう。じゃあ1匹はねこの味噌そのままいきましょう。カニ味噌にしましょう。カニ味噌、エビ味噌スープに。汁が少ないんでね。はい、エビのすごいいい匂いがしてきました。でもね
やっぱりさすがフォークフルですね。この匂いね、出し続けたら多分匂いがこもっちゃうんで、火力を落として、あと窓をねたくさん開けてから換気をしながらね調理したいと思います。でエビを焼く準備をしましょう。こうでいいですかね。こういきましょう。でこれ多分はね粗塩の方がいいんで粗塩でいきましょう。粗くなかったわ、粗塩かと思った。これで包みましょう。よし、こうですね。 OK。 そうこうしたらねエビいい感じかもしれないんで焼いてみましょう。よっと、おー、もう綺麗にできてますね。頭は、あ、良さそう。まず頭をちょっと見てみましょう。あ、食べ応えそうですね。いただきましょう。美味しい。次はね本題に参りましょう。いただきます。プリプリ、よし。じゃあね次はエビを焼きましょう。これおろします、火から。よいしょ、熱でエビを乗せると。あとはじっくり焼きましょう。エビもねちょっといい感じできたみたいなんで、ちょっと火を止めましょう。よっ、えらく汁が出てますね。なんか蒸し焼きになっちゃった。もう少し焼きましょう。この状態でこうやって焼きます。ちょっとね密閉が過ぎたようでから、いらない蒸気が逃げてませんでしたね。はい、この状態でねちょっとしばらく置きましょう。よし、もういいですかね。火も通ってると思います。焼きエビというかね、ちょっと蒸しエビになりましたけども、まあ大丈夫でしょう。剥きましょう。きれいに剥きました。食べてみましょう。うますぎです。利益で120円ですからね、満足度高すぎです。ちょっとこのカニもねこのままで食べてみましょう。 0.5 カニぐらいちょっと使います。果たしてお味は。うーん、美味しい。まんまカニですね。っていうかねカニなんですけども、だからその折れたね足とかその辺をね剥いたカニの分だと思います。めちゃくちゃ美味しいです。はい、炊き終わりました。バッチリ炊けてるはずです。よっと、おー、バッチリですね。うん、硬さもいい感じです。ちょっと混ぜて蒸らしましょう。よし、この容器にねちょっと取って入れましょう。よし、美味しそうなのできました。いただきましょう。いただきます。そしてお味は、あー、味が薄かった。味が薄い。美味しいんですけど、残念なことに味が薄かったです。なんでじゃろうかな。もうちょっと白だしを入れてもよかったかもしれません。エビのスープが残っているんで、この分で雑炊を作りましょう。その分で、ね、ちょっと味を整えてから少しね味を濃くする作戦にします。こうやって入れて、でチンゲン菜がねちょっと丸々残っているんで、これもちょっと使いましょう。色出しで味をちょっと整えましょう。これくらいでいいかな。少し濃いめがいいと思うんでね、七草がゆみたいになりましたね。で雑炊といえばね卵なんで、最後に卵で締めましょう。よし、完成ですね。いただきます。お味は、美味しいです。カニ雑炊ですね。味がねやっとこさまとまりました。美味しいです。はい、ということでね、あとはねもうゆっくり食べてからくつろぎたいと思います。はい、ということでね、いろいろ作りましたけども全部食べて完食です。ごちそうさまでした。でね、もうちょっとだいぶ遅い時間だからもう眠たいんで、今日はもうゆっくり休むことにします。ちょっとね今日いろいろありましたけども、もう今日はね疲れたんで休みたいと思います。はい、よいしょ。はい、ということでね、今夜もこの謎のテントで出ます。で現在のね車内の気温は8度ぐらいで、
そこまで寒くないと思うんですけども、僕ねなんか体感的にすごい寒いんですよね。寒くて腰も痛いしね。でこの布団はね、あの氷点下仕様の分なんですけども、こういったね気候の中で使ったらどうなるのか、これもちょっと実験しておきたかったんで、これで寝たいと思います。はい、ちなみに現在時刻はもう12時回ってるんで、もう明日はねちょっとなるべくゆっくり休んでおきたいと思います。はい、それじゃあね皆さんおやすみなさい。で東大に行くにはこちらの方から復興へ行くんですけど、今高知から出るんでこちらにね、Bルートがあるんで、こんなにいろいろあるんでちょっと残してしまうのもねもったいないんで、今回それらちょっと全部使ってカニ定食でも作りましょう。